小麦粉を分散させた水。青っぽく見えるのは青い光は赤い光よりも小麦粉の粒子で反射しやすいためである。懸濁液は固体粒子が液体中に分散した分散系英語ではサスペンションあるいはスラリー。サスペンジョンとも言うがドイツ語のツスペンジオーンが混ざった呼び名である。粒子はコロイド粒子のこともあるが、それより 大きな光学的粒子のこともある。コロイド粒子の場合は懸濁コロイドなどと呼び、光学的粒子の懸濁液を特に懸濁液と呼ぶこともある。光学的粒子の懸濁液はコロイド溶液とは異なり、時間が経つと定常状態に落ち着く。懸濁粒子は顕微鏡で見ることができ、静かな場所に置くと時間の経過につれて沈静化する。この点で、懸濁液は、 粒子がより小さく沈静化することのないコロイド液と異なる。溶液では溶質は固体では存在せず、溶質と溶媒は均質に混ざり合っているため、懸濁液は存在しない。懸濁状態において分散中立ちは流体である。つまり、気体中に固体粒子が分散した状態のものも懸濁している状態である。ありがとうございます。